シャチホコ。サラサラ、気持ちいいよ。皆さん、ごきげんよう。みんな、チャンネル登録してね。今日は、星野リゾート、リゾナーレ熱海に泊まります。はい。なになに、行ってみよう。この形は何でしょう。気づく？靴脱ぎ出てる、これ。靴脱ぎ出てるよ。靴脱いで入るの？すごい。入ってみよう。あ、わ、いいね、これ。中広そうだね。広いよ。わ、広いじゃん。何人かで入れちゃうね。僕も入れるんじゃないか。揺れそう。気をつけて。気をつけてよ。入れると。入れると。パパと。広いね。後ろ行ってバランス取ってよ、パパ。うん。おやすみなさい。いいなこれ。気持ちよさそう。これいいね。欲しい。欲しい。やっぱり。買って。買ってって。上はどうなってるかな。登っていくよ。ぶら下がってます。ここも景色が綺麗だけど逆光になっちゃったかな。海にピントが合うと姫ちゃんとオウくんが暗くて、姫ちゃんとオウくんがまあまあ明るいと海が光ってる。オウくんすり出してるよ。シャチホコ。今から空のビーチっていうカフェに行くよ。はい。カフェ。空のビーチ。空のビーチ。何これ。何ママ、これ買って。これ買って。すごい。いや、いいな、これ。砂浜がね、広がってるんだって。本物の砂、白い綺麗な砂だね。うん、すごい。すごいすごい。裸足でもいいんだって。砂ある。行くよ。うんうん。わわわわわ。サラサラ、気持ちいいよ。砂浜初めてだね。うん、不思議な感触でしょ。うん、すごい。じゃあ窓際にする？天蓋のね、ベッドみたいな席もあるし。あー、すごい。ひんやりするんだね。うん、冷たくて気持ちいいよ。すごっ。足で砂動かしてるよ。あ、すごっ。カフェ砂のさ、あるカフェさ、初めてだね。足が埋もれちゃった。ほんとだ。すごっ、すごっ。何飲みますか。どうしよう。ね、パパが外へ行くよ。締め出さないでね。寒いかな。そんなに寒くないけど、まあ、とりあえずさ。わからん、じゃあ船が来てるよ。あっち白い。うん、そうそう、白い船。すごいね、熱海の中でもさ、上の方に立ってるから景色が綺麗。うん。どこまで深いんだろう。ちょっと気になっちゃうね。気になっちゃうね。あ、そんな深くないよ。そこ？ついたの？姫ちゃん。あ、そこだ。あ、お宝があるんじゃないか。ないです。あー、メカメカメカ。そう、これ静岡みかんジュースだよ。これはね、ブラッドオレンジのね、サイダー。これがね、静岡いちごのスムージーだって。んー、いただきます。いただきます。みかんジュース。ふくちゃん食べる？食べたい。じゃ食べて。今砂がね、オウくんが食べるっていうか、スムージーだから飲むんですけど。オウくんがさ、砂砂オウくんになってるから。砂オウくんになってない。なってるよ。おいしいんだ。うん、おいしい。今から親子の北壁に挑戦。はい。怖いな。
頑張るぞ。頑張って。すごいよ。高さがもう高い。ねえ。模様花火だよ。あ、本当だ。オウくん、無理無理とかさ、怖い怖いって言ってちゃダメだよ。チャレンジチャレンジ。パパ何それ。準備体操。背中の運動。行こう。頑張って頑張って。頑張ろう。体重制限あったの？わかんない。体重制限あります？130キロ。じゃあ大丈夫だ。全然大丈夫です。おお、すごいすごいすごい。早い。早い。頑張れ頑張れ。お、すごい。頑張れ。お、すごい。いけ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 。いや、オープンすごい。すごいじゃん。ごめん、一回ストップ。で、オープンですよ。ロープ感じで。青いだから待って。さ、ほら。やるじゃん。すごいね、オープンすごい。怖い怖い、できないって言ってたのに。もっと運命としてみてください。さっきね、突破スタートして。頑張ってごらん。これ。お、そうそうそう。お、いいね。頑張れ、オープン。そうそうそう、オープンすごい。いいぞ。お、いいね、いいね、いいね。パパ、早い。今、そこから一度降りてみましょう。怖いな。一回降りる練習よ。パパ、持って。怖いんだけど、話すのが。ロープ、ロープ。おー。おー。かまどやってるよ、上手よ。はい、僕じゃあどう、ここ行ける、行ける、行ける、よし、頑張れ。そう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 、よし、よし、おー、すごい、行った。お、まだ行ける、手だけで支えてた、今。お、すごい、すごい、足さえつけば登れるはずだ。行け、僕上見て、よし、よし、すごい。おお、すごい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 じゃん。大丈夫大丈夫、できる。足はね、そっち行った、今上の方行ってたよね。頑張れ頑張れ、奥君頑張れ。それで次どこかける。ここだ。立ち上がって、あの緑触ったら、あの緑タッチして、緑タッチしたら悪いよ。立ち上がって緑タッチ、タッチできるか。足だ。おお、タッチ。じゃあオープン、青いところ持って、ロープの青いところ持って、両手で持っていきますよ。やるねー、すごいじゃん。オーク怖い怖い言ってたのに。じゃあパパもオークに負けずに頑張るぞ。行きます。はい、オークパパ行くって、見ててね。ちょっと休憩してて、オークは。わあ、順調順調、半分ぐらい来たかな、3分の1かな。いいよいいよ、半分ぐらい行ったよ、半分超えたよ。よし、もう5分いったかい。どこまで、あとはそこまで、もうないんですけど。あ、もうそこでも。じゃあ降ります。怖え。ロープ掴んだよ、大丈夫だから。降りるのが怖い。へえ。楽しい気がするけど。パパに似たから多くも登れるんじゃないの。多分ね、コツはね、うん、足。うーん、足が踏ん張れればしっかりとね、登ることができるよ。え、じゃあ手の握力とか腕の力なくても、足の方が大事だね。へー、足の方が力強いから。いや、もうほんとまさにそうなんです。あ、そうなんですか、やっぱり。おー、はい、奥、一人で頑張れる。お、かっこいいかっこいい。お、いいねいいねいいね。ぐっと足を、奥、ここから行くぞ。せーの、もっと上行こう。上持って足ぐっと持って、足次どこにかけるか考えながら行かないとね。あれ自動エレベーターみたいになった。何が飛んだ。足を伸ばすんだ。グッと伸ばして、グッと。お、そう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 、いいよいいよ。次はね、こっちの足を上げるぞ。せーの、よいしょ。グッと。グッと。すごい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 。グッと。おー、よしよしよし。どこつかもうね、次。ほ。
足をグッと力入れてこっち。いや見て姫ちゃん結構いったよ。こっちで立って。そう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 。もうパパの身長以上にいるよ。こっち。もっと。もっと立って。ずっと立って。足に力を入れるんだ。こっち。せーの。もう一歩上がればいいんじゃない。僕頑張れ頑張れ。お、いいぞ。上面の緑足るんじゃない。これ奥見て見て見て上の緑。おお、そう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 。あ、ちょっと足りないかも。オッケー。おー、パパの真似じゃん。同じ折り方した。どこのコースが一番難しいんですか。一番右が難しいです、ね、パパチャレンジする。あれでしょ、僕絶対頑張る。練習行きます。うん、やってほしい。じゃあやろう。ウォー君もうパパより上行ってたよ、身長より、うん、頑張れ。ちゃんと上見ながらね、どこ掴もうか見てる。うん、見てごらん。そうそうそう、こっちこっちこっち。いいね、オッケー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 。いいよいいよ。よし、ペクッと上がって足をかける。そう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 。いや、もう行くじゃん。すごい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 ぞ。すごいね、パンクすごいね。よし、大丈夫、この足かけて。オレンジ、オレンジ、そうそうそう、ここちょっと。そうしたら、左手で頑張れ。こっちの方持ってくれて、上見てごらん。上の方見てね。上上上上上上。オッケー。いけるいける。トップ超えてる。大丈夫大丈夫。オッケー。大丈夫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 。僕頑張った。でも頑張ったね。もういいよ、もう外す。うん、そうだね。じゃあそろそろ終わりにしよっか。ありがとうございましたって。イエーイ。また来てね。ちゃおくんパパのさ見てよ、パパ一番難しいところをさチャレンジするって。多分高いんだよ。ハートって一番難しいところだって、うん、頑張れ。真ん中、はい、真ん中を越えてきました。はい、真ん中にいた。すごい。すごい。頑張って、もうちょっと。またもうちょっと。もうちょっと。ほら、OK! ラスト、ラストです。素晴らしい。いや。わあ。すごいよ、ママ。すごい。降りるよ。いいよ。せーの。オーガニカ。どこが疲れる？腕？足？足。明日筋肉痛になってるかな？なってるね。オークもかな？あ、そうかも。オークの方がなりそう。お部屋はこんな感じだよ。はい、ここはリビングかな？うん、ソファーとかテーブルとか。クッションみたいだよ。ねえ、クッションみたいな椅子だね。うん。そしてソファーの後ろ側がベッド。はい。おくん鼻血が出ちゃったよ。そしてこちらは和室。イエイ。ブルーと花火の掛け軸みたいな感じ。うん、うん、ベッドの隣。はい。お風呂なんだよ、見えちゃうんだよ。ひめちゃん、おーくんも聞いたの、おーくんも聞いたの。こんな感じのお部屋です。はい、今から夕食タイム。はい、もういただいております。おいしい。おーくん
くんはカニチャーハンを気に入っておかわりしたよ。姫ちゃんペペロンチーノかな、うん、こちらはライブキッチンで作っていただいたものです。はい、はい、お肉とかアジフライとかシラスブイヤベース、うん、美味しそうでしょ。分けよ、うん、おーくんクッキーとプリンを食べてみ